はい皆さん、え私もブルーな気分なんですけども、えー、今回のですね、えー、話の主人公で,である佳、ね、子様に関してもねなんかねブルーな気分をお持ちのようですよなんかご昇進みたいな感じ。 というようよなちょっと記事が上が上っっております。ちょっとねこれを見てもですねなんかねご昇進みたいな言葉が書いてあってですねどちらかというと佳子さまに同情してるみたいな感じの記事になっておるんですけども、うん、私はそうかなっていうような気がしますねもしくはこう言ってないったような記事が出てくること自体ね何かしらのなんか影響が 影響力がね、出てきているのかな、みたいなこともちょっとね、深読みしちゃうんですけども、まあそういったような、実際のですね、記事が出てきております。でね、今週出ている週刊女性の記事なんですけども、まあね、いつものごとく表紙はこんな感じなんですね。でですね、今ちょっとご覧になっていただいている通りですね、佳子様に関しては、どうもですね、寝ても覚めてもエゴサーチじゃありませんけども、そういったような中で、 特に今回のご家空所の1人暮らしは、まあ、わがまま1人暮らしに関してですねやっぱり、ねまあ、いろんな各メディアも、まあ、特に週刊誌等はですね、非常に厳しいような意見、まあ、YouTube もそうですけどね、まあ、そういったようなことをね、えー、まあ逐一ですね佳子さまにおいてもお調べになっているっていうようなことがあって、まあ、それを見るにつけてどうもご昇進みたいな感じなんですけども。 まあそれに関してね、ちょっと記事が書いてあることと、私はこのご昇進という言葉に関してはね、果たしてどうなのかっていうようなことに関しても、えー、ちょっとね、後でお話ししたいなっていう感じです。はい、でですね、今回の記事、こんな感じですね。はい、今ですね、ご覧になっていただいている通り、えー、まあね、これはね、先ほどちょっとお見せした、えー、表紙にも書いてあったとりなんですけども、 佳子さまはですね、もう本当にね、寝ても覚めてもエゴサーチで一生懸命で、それで実際エゴサーチした結果をね、ご覧になってご昇進みたいな感じなんですけど、まああの話というのは当然ですね、例のご家具所の一人暮らしに関してですけども、それに関してまずはね、まあまたね、いつも出てきましたっていう感じですが、名古屋大学准教授のね、川西さんが、具体的にはこんなことを言われているって話なんですけど、 まああの例えばね佳子さまが旧ご家具所で住み続けることが決まった段階でこの点に関しては公表すべきだったという点とあとはきちんと説明をしていれば国民の納得は得られたはずというふうに川西さんはおっしゃられているんですけどもまあ当然ねあのおっしゃられているようにきちんと説明することは当然必要だと思いますけどもあの 正直言ってね結局は説明できないんでしょっていう感じですよね。だってあの、えー、結局はですねご両親と住みたくない、えー、というようなもうわがままというようなことの、えー、まあ一人暮らしなわけじゃないですか。まあねご心中は本当はね本当の意味でのご親中は分かりませんけども私なんか絶対そう思いますしね。 でなかったらどう考えたってですねこんなねもともとは事務所スペースと就場、まあ、収蔵するためのスペースと、まあ、事務所のスペースとして考えていたようなこのねご家具以上でしょそれに関してね一人だけ住み,住み続けているというような事態がどう考えたって異常ですよねそういったような異常なことを考えるとどう考えたってわがままなわけですよなおかつね、えー、他の 週刊誌で暴露されていたように、えー、プラスで2億円の過去さま専用の通路みたいなことも言われているわけですよ当然ですねそういったようなことに関して説明すること管理士さんがおっしゃられるように説明することは必要なんですけども説明したとしてもねあまりにもわがままになっちゃうわけでしょということを考えるとねやっぱりね この説明、このことに関しては当然説明も必要なんですけれどもそれ以上にですねまずこの「一人暮らしやめろよ」って言ったような話だと思いますよね。まあ、あの管理士さんがおっしゃられることはもちろんだと思いますよ説明は当然必要なんですけれどもなおかつね決まった段階で早く説明しなきゃいけないんですけれどもまずそういったようなことをご家,ご家族の中でお話しされてですね決めること自体が異常なわけですよ。 そういったようなことをまず決めること自体が異常であるがゆえに、そんなことをするなって話ですよね。まあ、といってのことだと思います。で、ですね、あとはね、なんか、皇室ジャーナリストの方がこんなことを言ってるっていう話なんだけど、国民からの反感は、エーヌ宮ご一家にとって規定外、想定外であったっていう,ような話なんだけど、まあ、そう,、まあ、そういったようなことをね、皇室ジャーナリストの方が言ってるってことなんだけど。 まあもしね本当にこんなことをね A ヌ宮家例えば A ヌ宮殿下だとか経費殿下もちろん佳子さまもそうですけどもえこれだけ国民の反発が出るというようなことがね想定外だったって本当にねご自身で考えられているようであったらねもうねダメだねはっきり言ってね <laughs> もうはっきり言ってもダメだと思いますよもうめちゃくちゃっていう話だと思いますよねこんなこと分かるじゃないってね、えー、というふうに思いますけどまあ あのなんかね想定外っていうふうに考えているようだよみたいなねまあこんなことがね本当に、ね、想定外だというようなことでお思いになっているようだったらもうそれこそね、えー、国民の立場に立ってものを考えるだとか、えー、国民のサイドにね、えー、寄り添うというようなことはもう一切期待できないかなみたいな感じですねというふうに私は思います。はいでですね 方、えー、やね、さっき言ったエゴサーチの話じゃありませんけど、佳子さまご自身の話でね、えー、どうも、これは前からね言われておりましたけど、佳子さまにおいては、その SNS じゃありませんけど、そういったようなね、まあ、もちろん週刊誌報道なんかも含めてだと思いますが、ご自身に関するそういったような報道だとかね、記事の内容、もしくは SNS の内容といったようなことに関してはね、もう逐一チェックをされているというようなことらしいです。で、 えー、まあそういったようなチェックをされているというようなことで、以前はね、えー、それこそね、佳子さまというと、報道陣に対して冷たい、態度が冷たいだとかね、一別もくれないと、もうちらっとも見ない、完全無視しているみたいなことも言われていましたよね、まあそういったような報道も以前においてされていたわけです。故にですね、最近においては、公務の際でもね、この報道陣に対してもね、お顔をね、ちらっとでも向けられていると。 ちょっとチラッと向けられてチラッとニコッとしてるみたいなねそういったようなことも目立つとまあそういったようなことも言われているわけですまあゆえにね過去妻においてはやっぱりね逐一いろんなものをチェックされているんじゃないかなっていうことも容易に想像できるとなおかつですねまあこれも前からね言われていたような話で ICU 卒業してねその後ね果たしてね 何年も一体何をされているんですかみたいなことをねそれこそロイヤルニートじゃないけどねそんなようなことも言われておりましたよね。でまあこういったようなことも当然チェックをされてゆえにね、えー、全日本ろう話連盟にまあ、非常勤でありますけれども席を置いただとかもうとにかく去年からずっとですね、まあ、公務に邁進している公務だらけの過去そのみたいなね、まあ、それによって報道も大きくされているといったような状況ですけれどもまあそういったようなことでね ご自身でそういったようなロイヤルニートたるそういったイメージを払拭されたみたいなことを記事の中として,としてはですね述べているんですねでまあそういったようなところも佳子さまのいわゆるその負けず嫌いのねご性格が出ているんじゃないかみたいな感じが出ているわけですでたやですねこの一番下に書いてある通りねこれはね記事の一番最後に書いてあるんですけど永江宮家のリスクマネージメントのなさすぎる点 とといったようなことで、まあね例えばですねある程度そのプランニングできるような優秀なね 公私職の方だとかね優秀な刑務所の職員だとかっていうねそれこそ意見ができるようなそういったような優秀な人がいれば、まあ、この永組宮家の奔走というかですね、まあ、とんでもない行いというかそういったようなことも歯止めがかかるんじゃないかというようなことが書いてありますけどもまあそういったようなね助言できるような人が全く皆無であるといったような状況に加えてやっぱりこの永組宮ご一家ご一家ね あの今回は過去様のわがままな点が、えー、結構クローズアップされておりますけれども、永年宮家全体のわがままというかね、諸子貫徹じゃないけどさ、何でも、えー、私ら、俺らがやることは間違いないだろうじゃあ,ありませんけど、そういったようなことで、何でもかんでもね、自身の意思を、えーまあ、貫徹されていると、もう決してね、えー、そういったような意見が出てきたとしても聞かないといったようなね、えー、こと故にですね、 えー、まあ、リスクマネジメントがなさすぎるんじゃないかということも、この記事の中で書いてあります。まあ、そういったのはね、記事の内容なわけなんですけどもね。まあ、最後のね、このエイヌ n 宮家のリスクマネジメントのなさ、これはもう間違いないですよね。というかですね、今現在いるその講師職の人、えー、県内の職員の人、結局何にも言えないわけだよね。 何にも言えないがゆえに何がいいんだかわからないいいんだか悪いんだかが分かっていない A のみはご夫妻みたいなね <laughs> 感じでどん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 悪い方向に進んでるとまあだからそういったようなリスクマネジメントの観点も含めてきちんとした意見を言えるそういったような人がそれこそね公費職の重要なポジションにいるっていうようなことが 経緯部長としての仕事なんじゃないんですかっていう感じですよね。にもかかわらず最近ではこう経長の中で佳子さ様の、えー、わがまま一人暮らしに関してはね意見が違うみたいな感じで揉めちゃってるわけだよね。もうそんなことやってるんだったらもうこの絵のみ焼き歯止めしろよみたいなね感じですけどもね。はい、えー、まあ今言ったように記事の中身としてはそんな感じなんですけど。 まあ、この、佳子さまのね、エゴサーチの件ですね。で、ご昇進というようなことがね、記事の中では書かれております。いかにもですね、佳子さまが悲劇のヒロイン、えー、ヒロイン的な感じでね、書かれちゃってるわけですよ。佳子さまはね、ご自身のことが書かれているというようなことで、一生懸命ね、サーチをね、されていると、一生懸命調べられていて、そういったようなことに関してね、えー、さっき言ったロイヤルニートじゃありませんけど、そんなことまで書かれちゃってるから、一生懸命ね、えー 公務に邁進しなきゃいけない。故にご自身のイメージを払拭された。じゃあですね、このね、ご家具所のわがまま一人暮らしに関してですね、ぜひですね、そういったようなイメージ払拭してくださいよって感じですよね。やめろよと。早く一人暮らしをね。もうね、このさっきも言ったように、あの、川西さんはね、説明をすれば国民は納得する、ね、納得得られたはずだっていうのことをね、この黒板の一番最初、もしくは記事にも書いておりますけども、 いやね、管理士さんが言われることはもちろんそうなんだけど、でも私はね、根本的にこの一人暮らしが間違ってるから、そういったような間違ってることを正さない限りにおいては、これバッシングはやまないと思いますよ。だからね、やっぱりね、説明も当然重要なんですけれども、その説明プラスアルファとして絶対やらなきゃいけないのことを、一人暮らしやめなさいと。ね、で、えー、今現在そのね、 えのみやけ新しいね、宮邸においては、なんか過去様の部屋がないみたいなことを言ってるけどね、でも実際ありますよ。夏だってそんなさ、何十億円もかえお金か,えかけてですね、回収してるようなとこだから、一部屋、二人部屋絶対あるでしょと。だからそういったようなところにね、ちょこちょこっとね、内装費ぐらいをまあかけても仕方ないから、かければ当然過去様のお部屋ってできるわけですよ。ということを考えればね。 あの説明はもちろんなんですけれどもそういったようなことだけじゃないよやめろともう早くねあのエニメア手に戻れといったようなことを私は言いたいなと思いますまあこれに関しては皆さんもねどのように思われるかなっていう感じですけれども是非またご意見ねお聞かせ願えればなっていう感じですもう今言いましたように最初の時点が間違ってるんだから最初の時点を直さなきゃ、えー、このね批判は収まるわけないんですよ説明してね例えばいくらいくらね、えー、本当の意味で えー、なんかね細かい資料ね、ね数字の資料まで出してきてですねこういったようなことがあるので例えばね何億円の経費がね実際にコストが節減されました節減,節減することができましたよっていうようなね資料とともに説明をしたとしてもうした、まあ、その説明は必要なんですよ絶対に必要なんだけどもしたとしてもですねじゃあこのわがまま1人暮らしに関して批判がおまるかといえばおまるわけがありません。 何回も言って、まあ何回も言う通りですね、元を正さなければダメなわけです。と言っていることを私は考えますね。はい、えー、と、言っていることで、今回のね、この週刊女性の記事、まあ、ご昇進ってのこと書いてあるけど、まずこのご昇進される前に、まずね、ご家族以一人暮らしやめなさいよって言っていることを私は言いたいなと思います。はい、えー、と、言っていることで、まあね、こういったような記事が入ってきてね、私もこういったような辛口トークするとですね、それこそね、 えー、アキシ地の方たちはですねまた一生懸命こうやってね批判コメントを入れてくるわけですよもしくはね一生懸命このボタンを押してくるんじゃないかなという気はしますけどもまあそれはそれで仕方ありませんしねいろんな、えー、お考えがあるというような感じですねはいといったことですあとね最後にちょっとねまた皆さんにいつものまあお願いばっかしでね、えー、申し訳ないんですけどもまあそういったようなね批判も結構あったりしますのでぜひねまたフィードバックと入れていただけると大変嬉しいですっていう話とともにですね 最近やっぱりまた始まっております。例のね、登録者はず外し、コメントでもいただいております、えー。なんかね、増えてることは増えてるんだけど、また下がってる、また増えてるって言ったよう、ね、に、この下がってるってこれ、自然に外れてるんですよ。動画を上げるたびにですね、えー それこそね、2桁以上、それこそね、10人、20人ぐらいのご登録者が、なんか上げるとですね、自然に外されるっていうような事象も起きてますのでえ、皆さんのご登録の状況においてはね、いつものごとくチェックしてもらえれば、え大変ありがたいです。ということでね、えお願いばかしで申し訳ないんですけども、ぜひね、ご協力いただければなっていう話です。今回もありがとうございました。では、バイバイ。